それをスーツ業界では証券ずらしというふうに言うんですけど、うん、やっとね取り返しに来れたという思いがこもってる、ああ痛かったぜ、それはもっといい男が現れるってことさと、なるほど、いうセリフ、このやり取りがねたまらんですね。アメリカファッションチャンネル、どうも小市です。私がなるほどおじさんです。よろしくお願いしま す。さて今回は、はい、第33話の生還でございま す。いやー、これまたこれはねテンション上がっちゃう、本当に、ね、大変な回ですよね。大変な回、そしてまあ僕的にですよ、個人的に は、個人的にはそのタカにフォーカスした回として、そうですね、一番僕が好きな回かもしれない。ああ、なるほど。そう、ユージの回だと僕は14話死闘。あ、死闘ね。死闘が好きなんですけど、タカだとこの生還がね、一番そのテレビシリーズだと一番好き。好きな回なんですね。衝撃的だし、この目が離せない回なんですよね。そうですね。最高の回です、これは。確かに。長くなると思いますけど。はい。そう、なのでまあ、あらすじですね。あらすじ。あらすじはもう、こう、タカが、もう冒頭からちょっと様子がおかしいんですよね。これしかも P が増えますよね、これ今。やっぱり言えないことが多いと思うんですけど。そうなんですよね。まあ、薬ってことにしましょう。薬しましょうか。そう、薬漬けにされちゃう。されていて、もうなんかこんなタカは見れないですね。もう目のこの周りの色もクマというか、そうそうそう、それもすごいし、まあ、手も震えてるしっていうので、冒頭からタカの様子がおかしくてピンチを迎えてるような。で、海に飛び込んで逃げるという。ところから始まるんで、衝撃的ですよね。衝撃的、何が起きてるんだという、ね、もうね、タカのそんなピンチってあんま見ることもないですし、確かに。須藤という、うん、銀星会、これ、ね、銀星会じゃなくて貿易商だったのかな。須藤は貿易商か、はい、そう、でそうか、その貿易商の借絡みでね、その薬漬けにされてしまって、で、まあ、長崎に連れてかれるというか、長崎に一緒にで、ね、その船旅をしてしまったというか、うん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 、でそこでタカがページハウスというねアパレルショップを営んでる人、女性に会うんだ、女性に救われて、素敵な、ね、女性ですよね。そう、藤代さんという、そう、素敵な女性なんですよ、ね、この人に救われて、うん、かくまってもらうというかね、うん、でそこにユージが迎えに行って、うん、まあ、なんとか回復するという、うんうんうん、そういう、まあ、流れで、うんうん、まあ、最終的にその、ね、須藤にこう借りを返す、うんうん、後半の見どころもありますけど、やっぱもう最初から最後まで、うんうん、もう目が離せない。確かに。藤代さん、藤代恵子さんっていうこのね、まあ、竹井みどりさんっていう女優さんが、はい、非常に、まあ、綺麗だし、うん、このね、タカとのその、ちょっとラブシーンじゃないけどね、名シーンがあったりとか、ほんとたまらないですね。これ僕何十回見たかはもうわからない。やっぱり何十回も見られてるんですね。この生還に関しては。もう最高ですね、ほんとに。で、まあ、後で、ね、見どころね、はい、たっぷり語るんで、はい、タカのファッションからいきましょう、はい、タカのファッションをね、今回は最初にね、その薬漬けにされてる時のファッションというか、うん、で、その藤代さんにかくまってもらって、うん、服装がちょっと変わるんですよ、うん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 、なので全部で3パターンになるのかな、はい、一番最初冒頭から、かくまってもらうまでは一緒、うんうん、一つで、そこからかくまってもらってタカが回復して長崎でいる時というのは、まあ、脳体の細いストライプ、これよく見ないと分かんないんですけど、はいはいはい、細いストライプのシャツ、はい、で脳体だけどこうボタンをね上まで留めてるようなスタイル、うんうんうん、と後半の、まあ、横浜に戻ってきてからの3パターンある形になります。なるほど。で一番最初はもうこのねネクタイをしてる、うん、これ、まあ、よく見るとドットのネクタイなんですけど、はいはいはい、もうタカの定番のスタイルで、一番最初からその長崎の間はシングルのダークスーツにドットのネクタイをしている状態ですね、はいはい、で回復後かくまってもらって復活してからは、まあ、グレーのストライプのシャツを着ていると、うんうん、でネクタイなしですね、うんうんうん、でこのあと、はい、横浜に戻ってきてからは、うん、実はダブルのスーツに変わってます。へえ、そうなんですね。そう、だからこれはねよーく見ないとわからないんですけど、うん、同じようなダークの色なんですけど戻ってきてからはダブルで態度アップと。なるほど。でこれまたネクタイもちょっと変わってるんですけど、うん、このねこの微妙な変化というか、たか、まあ、タチさんがねこう決まった型の中で、英国のスタイルという決まった型の中でそれを楽しむというのがあるんで、
よく見るとね変わってるところがあったりとか、あダブルになってるんだなとか。なるほど、はい、しかも横浜に戻ってきてからの、はい、この写真は実はねタカそのタブカラーのネクタイをしてるんですけど、うん、これはね証券ずらしという証券ずらし小技を使ってるんですよね。で、そういう技があるんですね、証券をずらすという、はい、ネクタイを持ってきていただきまして、ね、はい、まあ、ネクタイをこうあって、まあ、結ぶわけですよね、はい、こういうふうに結びます、はいはい、こうやって結んだ時に、はい、この、まあ、これ台剣と証券ですね、この証券をこうわざとずらしてずらしてネクタイをすることによってここのふんわり感がより強調されるんですよ、うんうんうん、なるほど、こういう感じですね、ここがこうふわっふわっとするわけだ、はい、前にね前の動画でもこのディンプルというか、はい、この結び目ここはタイトにして逆三角形にすると綺麗ですよなんて話をしたんですけど、うんうんうん、さらにこのふわっと感を綺麗に証券をあえて見せるという結び方があるんですよ、うん、なるほど、それをスーツ業界では証券ずらしというふうに言うんですけど、うん、まあ、たまたまなってるかはわからないんですけど証券ずらしのネクタイをしてるように見えるんですね僕は。なんでこれもやっぱさすがその舘さんはねネクタイの結び方にも非常にまあこだわりがある、その証券をねちょっとだけ長くするっていうのもそうですし、きっとこれはね舘さんは証券ずらしをしてるんじゃないかな、そこをふんわり見せたいってことですか。そうです、ここの立体感ってもうネクタイで一番重要なんですよね。なるほど、ここのまあその潰れないようにするってこともそうだし、うん、このくびれですよね、はあはあ、くびれてふわっと、はいはいはい、これがだからねそのウエストライン、女性のウエストラインなんて話もしましたけ ど、このふわっと感を出すのに証券ずらしは、まあ、一つのテクニックなんですよ、うん、だからこれはまあなんかずれて証券が出ているよっていうことじゃなくてそういう技、なるほど、技なんですね、なんですよね。おそれがされてると僕は思ってます。なるほど、はい、なのできっとねこの動画を見て、あ、証券ずらしなんてあるんだというふうに思う方もいらっしゃると思うんで、うんうんうん、そうですね、ぜひそれはちょっと調べたりトライしてみてください。はい、もうスーツ好きの人の隠れたというかね、はい、小さな、まあ、テクニック、なるほど、証券ずらしがされてる気がします。なるほど、続いて、はい、ユージですね。ユージで、ユージに関しては今回はタカがね主役というかフォーカスされているので、ユージはあのファッションの変更なく、それワンパターンなんですが、ここでまた新たなアイテムが出てきてます。何ですか、この、まあ、よく見るとこれクルーネックの T シャツの上にシャツを着てるんですよね。ほんまや、着てる T シャツの上にシャツを羽織って、でダブルのスーツかな、これはダブルのスーツ着てると。でこのねシャツがめちゃくちゃ特殊な形なんですよ。この襟見ていただくと分かるんですけど、ね、で多分このシャツのイメージ、アブデカのテレビシーズンの後半このシャツだったなっていう風に記憶してる方結構いらっしゃると思うんですよ、はいはいはい、このやっぱりシャツなんですけど襟が非常に特徴的なので、はい、なるほど、なかなか真似できない形ですよね。シャツだけどジャケットのようなその襟の存在感があるというか、でしかもこれねよく見ると、うん、シャツのボタンが横にダブルみたいに並んでるんですよ。あ、並んでるんですね。並んでるんですよ。よく見るとこのね 2つあるわけだ。そう、ボタンが2つあるという。へえ。シャツでボタンがねこうダブルで並ぶなんていうのは、まあ、あんまり見かけることがないと思うんですけど、ね、多分このシャツはおそらくこういうふうにシャツのボタンがダブルになって止まってってるシャツで、うんうんうん、なるほど、だから形は本当にねダブルのジャケットと思わせるようなシャツなんだ。シャツ、へえ。だから襟の形がすごいこう特徴的ですよね。なるほど、あのアロハシャツとか解禁シャツにありそうな形なんだけども、うんうん、さらにその襟の存在感とかがある。特にねこのシャツ上着を脱いだ状態とかを見るとシャツがなんか本当ねジャケットにの襟のような雰囲気があるシャツに見えるので、なるほど、これがもうまあ他でね見ることはないというか被ることがないであろうスタイルですね。確かに本来的にはその T シャツで、シャツインナーが見えるっていうのはあんまりよろしくないそうですね。ですよ、うん、特にクールビズとかで、うん、たまに見かけるんですよね。見かけますよ、あれハイパーダサいんで、もう絶対やっちゃいけないんですよ。言いたくなっちゃうんです俺も。ねえ、思いますよね、見たかんでって。そう、そのね深い、そうそう、要は V にしろよって、うん、で見えないようにするべきっていうのが、うん、まあ、基本的なそのセオリー、うん、クールビズでいうセオリーなんですけど、うん、これはもう
衣装という形で、ね、見せてます、ね、そう見せてる着方ですよね、まあ、おそらくこの T シャツがないと、胸元のその V がかなり広くなるから、うん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 、インナーを着たんじゃないかなと僕は推測してるんですけど、うんうんうん、確かにそうこのね特徴あるシャツこれ僕結構そう鮮明に焼き付いてるんでこの後 の、あのテレビシリーズの後半でも着てるんで、はい、よく見かけると思うんですが、まあ、本当にユニークなシャツを着てますよね、うんうん、そうですね、はい、これがまあそのファッション的な 見物というか見どころです。うん、うん、まあ独創的ですよ ね、 本当ね。そうですね、うん、本当毎回この京平さんのこの楽しませてくれるというか、すごいですね。そう本当ね、タカとユージのいいコントラストがねありますよね。見えますよね。はい、本当にファッションの切り口で見てもそれが楽しめると思います。はい、そして見どころですね。はい、行きましょう。まず見どころがですね、冒頭のタカがやっぱりそのね薬漬けにされてる、このもううつろでね、もう目がこう霞んじゃって見えなかったりとか、ね、もうフラフラな、うん、このねオープニングの高ですよね、うん、そこからもうそのまんまその、長崎でまたフラフラになりながら街中で座り込んでると、うん、でそこにその藤代さんって人が来るっていう、うんうん、この一連の、うんうんうん、ここも見どころですね、うん、本当にそのちょっとやつれてる、はい、でガクガク震えて、うん、タカの声なんかも普段のタカからはね、うん、絶対聞こえないようなそのちょっとか細かったり、はいはい、弱々しい声をしてるっていう、うん、本当にまあそこがまあ一つ目の見どころですね、うん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 、で続いて、はい、この藤代さんって人が、まあ、港署に連絡をくれて、はい、タカが、ね、あの長崎にいますと、うん、でユージも佐世保とか言ってその佐世保にいることが分かって、うんまあ、ユージが駆けつけるわけですね、はいはいはい、長崎も、はいはい、でそのお店に駆けつけるときにそのお店も貿易商須藤という貿易商の部下たちが、うんうん、追っ手がいるわけですよね。追っ手がいる。ただその横が交番だから、うん、なかなか近づけないっていう状況ですよね。そう近づけないその状況で、ただ助けに行ったときにもうその部下たちも乗り込ん向こうのその須藤の部下か、うんうん、も乗り込んで拳銃を撃っちゃうっていうことで、うんうん、そのページハウスというお店から逃げ出すところも非常に見どころです。確かに要はもうタカ動けない、うんうんうん、状態なので、ユージがこう担いで、うん、でその店を出ると、うん、でその藤代恵子さんっていう人がね、うん、車でピックしてくれて本当にね撃たれそうな状況で、うん、逃げるという、はい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 、そのシーンも非常に見どころですね。確かにね、本当にスリリングでハラハラします、うん、たまらないですね、うんうん、もうそうですねっていうシーンですね、はい、これが2つ目ですね、はい、続いてページハウスを逃走して、まあ、藤代さんが知ってるまあ場所ですね、はい、違う部屋に行こうですね。そう違う部屋にかくまってもらって、ここでそのタカは一人になって薬を抜こうとするわけですね。そう薬を抜くということをするので、うんうんまあ、しかもその禁断症状が出てるんで、はい、有事に手錠をかけろって言ってこう、ね、自分の腕をね手錠をするという、はいはいはい、そのシーンも非常に見応えがあります、はい、そのだからもう、ね、オープニングから一連タカさんの演技がもう、そう。迫真の演技がすごいですよね。素晴らしい、もう最高ですね。ね。まあ我々わかんないじゃないですか、その薬物のその禁断症状がどうなのかとかは知らないんですけど、ね、まあでもこうなんだろうなっていうふうに、ん。思わせてくれますよ ね、 すね。やったことがなくても、ねうん。そう、リアリティがあるというか。うん、そう、禁断症状が出て震えながらも、うんうん、そのね、手錠をしないと。そう、もうね、収まりがつかない。そう。でそこでこう、まあ、ユージへのその言い口もやっぱ強くなるわけですよね。もうさっさとかけろみたいな感じで、うんまあ、病院行った方がいいんじゃないのかとか言うんですけど、そうですね、そのタカはねもう嫌だと、嫌だ、自分でどうにか、ね、自分でどうにかしたいし、そう落とし前つけたいっていうのも見えるし、うんうんうん、ユージも心配ですもんね。心配でそのタカをほっとけない、まあ、一人になりたいっていうけど、うん、本当はまあ見守りたい、サポートしたいっていうのが垣間見えて、ユージがこう座りながら、うん、こうクソッとあれがっていう、うん、その本当ね聞こえるか聞こえないかぐらいの感じで憤、うんうん、りのセリフ、ここがね本当すごいですね。そのタカ&ユージのこのねコンビ愛というかコンビ感のね、うん、そうですね、それをよく見せてくれるというシーン、うんうんうん、でプラスそのかくまってくれた藤代さんに、まあ、ユージがお礼をする、うん、マンション の、 そのベランダのところで会話する、はいはい、ここもねすごい印象的なんですけど、うんうんうんう
その場所が、これここの部屋ってどういう部屋なのみたいな聞くんですよね。はい。そしたら住んでたのは男っていうか、要はまあ男を住まわせてたかな。住まわせてた。うん、だけどまあいなくなっちゃったみたいな、うん、その会話ですね。うん、ここがねその洒落てるんですよ。うんうんうん、そう。まあ、住んでたのは男、うん、だけど都会が魅力的だったのか私に魅力がなかったのか、うん、まあいなくなっちゃったと。うん、男運がないっていうことを言ってるんですけど、うん、男運がないわと、うん。でもユージが、まあそうでもないさと、うん、タカと知り合ったんだから、うん、っていうこのね甘いし、ユージはそのタカをね立てながらも支えてくれたお礼をしながら、うん、タカと出会ったことが、まあ、男運がなくないよって言ってるこのシーンがね、はい、なんともたまらないですね。なるほど、素敵なんですよ。うん、そうですね。で次の見どころとしてはその長崎のね、まあ、いろんな名所が出てきます。はい。その、まあ、須藤がこう目にかけてる女の人が出てくるんですけど、ね、密売の一手を担ってるんですけど、うん、その人が泊まってたりするのがセンチュリーホテルっていうところなので、はいはい、センチュリーホテルと、それから長崎バイオパークという、ね、そんなとこあったんですね。そう、いろんなね、動物園なんですかね。そう、動物園となんか植物園とかなんかいろんな多分生き物がいるという。ね、そうですね。でなんかその生き物をね、ユージがこうやってなんかあの真似する。やってましたね。ミーアキャットのモノマネかなんかやってましたよね。そう、それが非常に印象的なその長崎バイオパークと、もう一つが、マリーナアルパマという。マリーナアルパマ。これもね、横浜もね、港町。このねマリーナがやっぱ合うんですよ、うん、アブデカは、うんうん、でこのマリーナアルパマというのが藤代恵子さんを須藤たちの一味がさらって人質にして、うん、その受け渡しというか、うん、指定された場所が呼び出した場所か。そう、マリーナアルパマなんですけど、まあそのね、なんか僕マリーナとか大好きなんですよね。うんうん、まあ逗子マリーナとかもすごい綺麗でいいんですけど、そのマリーナアルパマに夜、うん、呼び出されたこのタカとヨジがね、ここがまたかっこいいんですよ。なるほど。そうで、ここにその藤代恵子さんのね取り返しに来るわけですね。うん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 、来たと。でそこで女性をね、まあ、人質どうしたっていうことで女性を連れてきた、うんうんうん、向こうが連れてきた時に、うんうん、タカが言うセリフが、うんうん、ここがねマニアックなあの聞きどころというか見どころなんですよ。はあはあ、で一番最初にタカがその藤代さんにね会いたかったぜっていうことを言うんですけど、うんうん、このセリフがね、うん、その会いたかったぜっていうんじゃなくて、うん、会いたかったぜっていう、これもまたね、うん、エッジボイス、もう何度もやってますね、はい、あーっていうね、この、うんまあ、平井堅さんとか、うん、マレー・キャリーがよくやるような、うん、会いたかったぜっていうんじゃなくて会いたかったぜっていう、このあーっていう、うん、これがね、うん、たまらない色気ですね。そんな言い方してるんですね。してるんです。おあいつ、そのちょっと聞いてみましょうか。うーん、まあよく聞かないとねわからないんですけど。確かにそうですよね。そう、これでね、あ、連れてこられて、連れてきた、ここですね。会いたかったぜ。あ、これか、これ今のか。そう、もう一回いきましょう。これ多分ね結構聞き逃しちゃうと思うんですけど、確かに皆さんよく会いたかったのだから、あがポイントですよ。あがポイントで、会いたかったぜ。あ、言ってるわ。そう、確かに会いたかったぜ言ってますね。このねセリフです。うん、これがだからタカもここまでのね、うん、苦しんだわけですよ。その薬漬けにされて、薬漬けにされてね、で自分のねかくまって助けてくれた女性が連れ去られて、やっとね取り返しに来れたという思いがこもってる、会いたかったぜ、今ちょっと大げさにやってますけどね。なるほど。このねセリフ最高に色っぽいですね。確かに。そう、これはぜひね見ていただくと、隠れた本当超マニアックなポイントだと思います。確かに。でここからその会いたかったぜの後にタカとユージがこう入れ替わるようにして銃を構えるシーンがあって、うん、ここまでなんかこうゆっくりねこう入れ替わって構えるこのシーンもめちゃくちゃかっこいいんですよね。なるほど。雰囲気が漂ってるというかね、ただ単にねスッとタカとユージが入れ替わって銃を構えるだけなんですけど、しびれますね。なるほど。このシーン、うーん、でそこからそのアルパマのまあ銃撃戦が行われて、はい、藤代恵子という逃げようとするんですけど、まあ、ユージが他のやつをこう相手してる間にタカと藤代恵子がまあピンチになっちゃうわけですよ。はい。でも一巻の終わりっていうところで、ところでなんとトールがね
登場した現れるんですよ。これもね、このトールがね、その五光が、なんかね、神々しく出てきますよね。そう、本当にね、もうスモークというか煙というか焚かれて、うん、すんごいトールがね、かっこよくというか、うん、ここまでかっこよく出るのはなかなかないですよね。ないぐらい、うん、そう、五光が刺してね、トールが現れるという、うんうん、絶対絶命のピンチをトールが救ってくれると。なるほど、うん、そしてこのあと、もうこれ続いてるんですけどね、このアルパマのシーン本当最高なんですけど、藤代恵子さん取り戻して、で最後にそのタカが藤代さんのとこに行って、はいはい、このやり取りですね、うん、これもね、前そのタカのベストシーンのでところで話してるんですけど、はい、帰るのね、横浜にと。このシーンがね、たまらないですね。この女優さんのやっぱりそのトーンとかも、はいはい、本当に切なそうな感じで、タカも、まあ、仕事が残ってるんだと、うん、で、まあ、いい男はみんな去っていくというふうに言うんですけど、はいはい、タカがそれはもっといい男が現れるってことさと。なるほど。いうセリフ、このやり取りがね、たまらんですね。うん、そラブデカの中でもなんかこの甘いね感じと、うんうんうん、その切なさと鷹のかっこよさと、うん、がもう本当に一番こうね出てると言ってもいいぐらいの名シーン、うん、名シーンですね。ですね、このアルパマのシーンはもう何回見ても刺さってきますね、うん、なるほど、最高ですね、うん、そして切ないねお別れの後に横浜に戻ってきて、今度はその徳大寺というね、うん、その実業家と須藤がこう、うん、つながりあるわけですよね。つながって、まあ、悪さをしたっていうことで、最後その徳大寺もこう須藤に裏切られそうになって、その場所に徳大寺が呼び出された場所に高豊寺も張り込んでて、うんうんうん、そこのその、まあ、銃撃戦、はい、なんか廃墟みたいなところなんですけど、ね、この銃撃戦も非常にまあスピーディー で、うんうん、でスケールもねすごいでかいところなので、うんうん、その廃墟の銃撃戦が見物ですね、はい、そこでもなんかユージがそのね、まあ、野球から来たのかバッティングするかのような感じでね、うんうんうん、フック打ちとか言って、うん、もう打つ、うん、まあ、これはもうありえない打ち方なんですけど、うんうん、それでやっけちゃうっていうね、ありましたね。そう、ちょっとこう、まあ、コメディータッチがね描かれて、はいはいはい、あとはなんかユージがこうね鼻を加えて逃げるというか、うんうんうん、そういうシーンもあるので、うん、後半そこにちょびっとのそのねコメディが入るんですけど、はい、その廃墟で須藤を追い詰めて、その時もね追い詰める途中で上着をこうねおとりにして脱いだりして、はい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 、須藤を追い詰めてる時はこうシャツとネクタイになってる、その鷹もなんかねかっこいいんですよね。なるほど。でこう自分をね薬漬けにした須藤に対して詰め寄ってって、うん、もうギブアップだってこう須藤が言うんですけどね、本当に撃つのかなみたいなね。そうそうそう、だし鷹としてはまあ割に合わないと思ってるわけですよね、うんうん、自分がそんだけのされたんで、まあ、銃拾えと撃つ口実がないっていう感じで、うん、もう本当にだからタカ撃ちたいという気持ちが前面に出てるシーンと、うん、そこにユージがちょっとおふざけで入ってくるという、うん、そのクライマックスがやっぱね痺れますね、そこね、うん、華麗な銃撃戦から、うん、まあ、須藤を追い詰めるというところですね、うんうん、で一番最後の見どころとしては、うん、これはサブ的な話なんですけど、ははこの回はカオルが終始その、まあ、タカが連絡つかないとか、うん、自分でこう薬を抜いてるってその傷跡だったりとか、うん、まあ、首のところにもあったりとかで、うん、カオルがなんか怪しんでるんですよ。なるほど。タカさんおかしい、様子がおかしい、様子がおかしい、タカさんはひょっとして、ひょっとして、でそこでもうね、これ今テレビでもう流せないかもしれないけども、うんうんうん、近藤課長に、うん、タカさんは、うん、かもしれないみたいなことを言っちゃうんですよね。で、カオルの推測が、その、無駄に辻褄が合っていっちゃうっていうか、うんうんうん、ほらほらほらっつって。そう。うん、そう、傷があるとか、うんうん、その、雲隠れしてたとか、うんうんうん、で、その、徳大寺っていうのが、その、薬品さんとかなんで、うん、はいはい、薬品の会社にね、なんかまあ、行ったというか、検査しに行っただとか、うんうん、それで、どんどん私の推測が当たっていくみたいになって、うん、その、タカはエイザっていうことを港署内に言いふらしちゃった感じで、うんうんうん、タカが全部ね、その、須藤、捕まえてからもみんなそのタカをねこう遠ざけるような、なるほど、あんまり近づきたくないって感じで、そう、そう、それが話をややこしくするカオルという、はいはいはい、ところが最後ちょっとこう、ね、はい、そうですね、心は温まる、うん、ちょっとコメディで終わるというところで、うんうんうん、なるほど、まあ、そこはね
やっぱアブデカらしい終わり方なんですけど、そうですね、まあね、いやいや結構見どころたくさんというか、見どころだらけです、本当に、ね、オープニングからこう目を離す暇がない感じの ねストーリーですよね。そうストーリー性もあるし、なんかね、もう1時間じゃない、そう2時間ぐらいのものを見てるんじゃないかっていう感じはありますね。本当濃い、そうですね、話ですね、この青函、本当僕この死闘と青函だけはね、もうこの2つはもう何回見たか分かんないという、なるほど、もう一番おすすめの回ですね。はい、はい、ということで今回は第33話の青函についてですね、ファッションと見どころについて小石さんに解説をしていただきました。はい、で次回ですね、はい、次回はですねサントラ企画いきたいと思います。サントラですか。はい、次のヒントとしてはですね、はいはいはい、またまた危ないデカと、うんうん、あとは実はもっと危ないデカの中でもかかったことがある、うん、僕の好きな曲をね、いいですね、取り上げたいなと思いますので、はい、そちらも楽しみにしていただければと思います、はい、それではアブデカファッションチャンネルのチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。